トゥーリオ・デメロは、ブラジル出身の元サッカー選手、サッカー代理人。ポジションはフォワード。アトレチコ・ミネイロの下部組織で育ち、2004年に、デンマークスーペルリーガのオールボービー k に、レンタル移籍した。2005年には、フランスリーグ1のルマン UC と3年契約を結び、ループシュートがうまいパワフルなストライカーとして、名声を得た。 2007から08シーズンは前半戦だけで10得点にし、同シーズン終了後に、ルマン UC との契約が切れるために、イタリアの US チッタディ、パレルモやパルマ FC などの間で争奪戦となったが、最終的には、イタリアセリエ A の US チッタディパレルモと契約した。しかし、移籍して、すぐに放出リストに載せられ、US チッタディパレルモでは、 ポッパイタリアのラベンナカルチョ戦の45分間にしかプレーしていない。移籍期限最終日の8月31日、リーグアンのリール OSC に移籍した。2015年シャペコエンセでリーグ戦13試合に出場し5ゴールを記録した。2016年スポルチレシフェでリーグ戦11試合に出場し1ゴールを記録した。 また公式戦26試合で7ゴールを記録した。2017年再びシャペコエンセでプレーシリーグ戦24試合7ゴールを記録しチームの8位躍進に貢献した。また公式戦53試合14ゴールを記録した。2018年 J リーグアビスパ福岡に加入したが、長引く怪我によるコンディション不良を理由に、 福岡に対し対談の申し出を行った。福岡側も大切な戦力の一人として残留交渉を重ねたが、最終的には6月13日に福岡本人両者合意のもと契約を解除し、福岡を対談した。その後は、どのクラブにも所属せず、2019年5月に引退を表明した。引退後は、 TMQ スポーツを設立して代理人として活動している。ありがとうございます。